卓球初心者の回転の見極め方コツについて解説します。まず卓球において回転というのは非常に重要な要素になっています。サーブもレシーブも回転をサーブで回転をかけてレシーブで回転を見極めてドライブで回転をかけるという回転が極めて重要なスポーツです。で、その回転についてですが、まず相手のサーブの回転を見極めるポイントとして、まず相手のサーブのラケットの動きを見ます。ラケットの面も重要です。例えばボールの真下を切っていたら下回転、横の下の斜め、この辺りを切っていたら横下回転、この真横を切っていたら横回転、あとはこのさっきの横下の逆方向、逆横下、あとは上回転、あと回転をかけない、回転をかけたように見せてあまり回転をかけないナックルなど、いろいろなサーブがあります。この時相手のラケットの動き、どういうふうにボールのどこをこすっているか、どこを回転をかけているかというラケットのこの面の動きをよく見てください。相手のラケットを見ると、こうどこボールのどの部分を回転をかけているかわかると思います。相手がサーブでこうボールがラケットに当たる瞬間を見てください。で、その回転が分かったら、ラケットを見て相手の回転の動きをよく見て、回転が分かったらその回転に合わせたレシーブをしてください。最初のうちはラケットの動きと面を見て、あとはボールの動き、どういうふうに曲がってくるかとか、回転、すごい回転がかかっているか、あまり回転がかかっていないかなど、ボールもよく見てください。で、そのサーブ打った後の回転が、こういうボールだとあまりどれくらい回転がかかっているのか分かりづらいということが初心者のうちはあるので、こういった練習用のボール、油性ペンでこう線を入れてあります。普通のボールに油性ペンで線を入れて、こういうボールを使うと相手が、こういうボールを使って練習すると、相手がこう打った後にどれくらいの
回転がかかっているか、あまり回転がかかっていないのかというのがよくわかると思います。実際にうちの卓球教室で、実際にこういう線を入れたボールも使用しています。これだと初心者の方にすごい回転が分かりやすいので、とても練習のためになります。普通のボールだとちょっと回転が分かりづらかったり、どれくらいかかっているか少し分かりづらいですが、こういうボールだとよく回転が分かるので非常におすすめです。初心者の方、まだ回転がちょっと分かりづらいなと思っている方は、こういったボールで練習することがおすすめです。